こんにちは、アッキンチャンネルです。今回ですね、バスのアルピコハイランドバスを紹介したいと思います。はい、アリキンアルピコ交通が結構好きですこの模様がいいですね。デザインがとても綺麗で、好きです。で、前回はアルピコ交通の電車をゲットしました。鉄のコレクションですね。おー、綺麗ですね。ハイウェイハイランドレールですこのデザインがすごくとても綺麗でお気に入りです。はい、今回はじゃじゃーん、バスですいいですね、ハイランドエクスプレス。おー、この模様が、前もこの綺麗な模様です。アルビコハイランドバスです。はい、アルビコ交通の バスの子会社ですね。はい、アルビコ交通は長野県にある鉄道バス事業を中心に経営している会社ですね。設立は1920年です結構古いです。おー、今回は、はい、これ探しましたです。アルピコ、おー、ハイランドバス、かわいいですね。もともとザ・バスコレクションのシリーズを探したんですけども、なくて、今回は競争の ダイキャストバシリスをゲットしました。スケールは150分の1ですね。はい、ダイキャストハイランドシリーズ、おー、綺麗です。はい、裏はこうなってます。で、爪ですね。はい、で、ハイランドバスです。では、はい、今からちょっと回復したいと思います。はい、おー、カットしました。イエー、出します。おー、かわいい、いいですね。アルビコハイランドバスです。おー、はい、アルビコハイランドバスとは、アルビコ交通の、まあ、バス事業の一つですね。主にその観光バスですね、うん、貸し切りバスです。もともと長野県中心に事業を発着してるんですけども、もう、東京でも大阪でも今走ってます。かわいいあれ、まだ実物見たことないんです。ミニみたいですね。おー、よくできてます。はーい、おー、貸し切りバスです。模様がいいですね、本当に綺麗です。後ろはこうなってます。はい、モデルとしてよくできてます。はい、ネジがあります。では、ちょっとネジ外して車のスタート見ましょう。はい、おー、ネジ外しました。じゃじゃーん、おー、こうなってます。競争、おー、やっぱりバスコレクションの方が良かったですね、飛びて。おー、いいですね。でも、おー、中もすごいリアルでとても綺麗です。はい、ハイランドバスは車体としては三菱日野と、あと五つは3種類のバスを使ってます。これなんだろうね、車体のマークが入ってます。かわいい、でも顔です。ちゃんとナンバープレートもしっかり書いてますね。やったー。では、今からターンテーブルで展示したいと思います。アルピコのハイランドバスです。おー、とても可愛いそのデザインされたバスですね。これが韓国貸し切りバスです。乗ってみたいです。
では今から富士ジュラまで行ってみます。はい、駅の富士ジュラまでーす。バス、アルピコ、こっちのハイランド鉄道です。かわいい。うちのお気に入りです。はい、次は今回ご紹介したアルピコのハイランド駅バスです。ハイランドエクスプレスバスですね。観光の貸切バスです。以上です。アリシンちゃんでした。今回はアルピコハイランドバスを紹介しました。とても可愛いバスですね。はい。今回はブリッジバスコレクションではなくて、競争の150分の1をスケールのダイキャストバスシリーズですね。可愛いバスです。はい。じゃあ、モデル見ましょう。はい。じゃじゃーん。いいですね。とってもいいバスです。お気に入りデザインがいい。はい、顔です。横はこうなってます。いいですね。アルピコグループと書いてありますね。はい、後ろはこうなってます。はい、ハイランドエクスプレスバスです。観光がスキルバスです。はい、これはハイランドレールです。鉄道ですね。いいですね。カラーリングがすごい、とってもいいですね。白ベースで。かわいい。はい、これでアルピコグループのコツ、まあ、バスと鉄道、全部揃いました。いいですね。はい、ということで、チャンネル登録お願いします。またね。バイバーイ。